群馬クレインサンダーズは群馬県前橋市をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。運営会社は株式会社群馬プロバスケットボールコミッション。チーム名は2011年8月1日から9月11日に一般公募を行い406通の応募の中から群馬プロバスケットボールコミッションによって決定され9月22日に発表された。 クレインは、鶴、サンダーは、雷を意味しており、群馬県の形状が空を舞う鶴に似ていること、群馬県が夏場に雷が多い場所であり、エネルギッシュ、スピードをイメージさせるというのが、命名理由。ロゴは、群馬を象徴する、鶴舞う形の群馬県と、雷を中心にイメージしている。公式マスコットは鶴をモチーフにした、サンダ君で2012年5月に登場した。 公式チアリーディングチームはクレーサーズ。なお、ホームタウンは発足当初から2020から2021シーズンまでは中毛地区の前橋市だったが、2021から2022シーズンからは東毛地区の大田市へ移転される予定。これは大田市に B1 基準を満たす5000人超収容の新設アリーナが建設されること、そして観光資源として、 群馬クレーンサンダーズを活用したいという思いがあったのである。また、リーグの将来構想で語られる新 B1 リーグの条件は、アリーナ、集客、売上などの基準の詳細はまだ具体的に提示されていないが、リーグ関係者の話から総合的に判断し、新 B1 リーグに入るためには、新アリーナをホームアリーナにすることが絶対条件と判断。しかし、 現在ホームアリーナとしている前橋市の山和市民体育館前橋では B1 基準を満たせず来場者への快適な感染環境の提供も厳しいことに加えさらに体育館周辺に最寄り駅がなくアクセスが不便でありさらに駐車場台数が約400台しかなく群馬県ならではの車社会に対応できないという一方移転先である大田市の大田市運動公園は 約1200台で、電車の最寄り駅である、龍前駅から徒歩20分と利便性が高まり、集客増の可能性が高まることに加え、新アリーナの完成で、ビジョンや座席設営等で、年間数千万円規模のコスト削減が図れるからで、ある。行政の熱量や本気度、スポーツ全般、さらにトークラブに対する大田市の期待が大きく、ハードとソフトを一体化させた、 大田市のスポーツで街づくりをしていくという熱量など、これらを総合的に判断して決断に至ったという。また、新アリーナの完成を待たずに大田市へ移転する理由は早期に移転することで、新アリーナ完成前に地元大田市の皆様と共に盛り上げを醸成し、助走期間を設けることが、新アリーナを満員にする近道であると判断。また新アリーナは、 人気工場の起爆剤になる以前に、それよりも地元に根差した活動を時間をかけて、継続的に、それも過去と比にならないくらい、積極的に行うことが重要と考えられる。そして、新アリーナが常に満員ととなり、大田市民は、もちろん、群馬県民の皆が誇れ、そして遠方からもわざわざ見に来たくなるような魅力、あふれるチームクラブを目指す。なお、 大田市とは2020年7月14日に地域活性化に関する包括連携協定を締結している。2012から13シーズン初年度はプレシーズンゲーム初戦、新潟アルビレックス BB に敗北したものの2戦目の東京サンデーブスに勝利。これがチームとしての初勝利となった。シーズン開幕後は連敗を喫し、8戦が終了した時点で0勝8敗。 このうち100点ゲームが4戦という状況であった。10月29日に、林忠志 HC 及び森田洋介 AC が解任され、公認 HC として前大阪 HC のライアン・ブラックウェールが就任した。その後、連敗は12まで伸びたが、11月14日に東久留米スポーツセンターで行われた、東京戦でようやくリーグ戦初勝利を挙げた。3月30。 31日には東地区首位の新潟に連勝した。最終順位は東地区再開。2013から14シーズングリーンドーム前橋で行われた開幕戦で埼玉ブロンコスに勝利してシーズンがスタートしたが、その後10連敗、5連敗と大型連敗を喫するなど12月14日、時点で3勝16敗と低迷。12月15日付で、 ブラックウェルを解任し、その日より、藤田博士明 AC が HC 代行として指揮を取っている。外国籍選手も開幕時に在籍していた4名全員を次々に入れ替えて新戦力を補強したが、記録した連勝は3月7日8日のアウェーバンビシャス。7戦の2連勝1度だけで、プレーオフ争いに加わることはできず、イースタン10位でシーズンを終えた。 2014から15シーズン神田祐希が、ゼネラルマネージャーに就任。新ヘッドコーチに前テキサスレジェンズ HC で、NBA のダラスマーベリックスなどで、アシスタントコーチの経験もあるチャーリー・パーカーが就任。選手も大量に入れ替えをし、NBA で375試合出場経験のある、メルビン・イーライラを補強した。しかし、今シーズンも開幕から旧連敗を喫するなど、 序盤から回で低迷。中盤よりも理解し、終盤は、福島や新州などとプレイオフ圏内を争う。最終節は9位で迎えたが、最終戦で勝利してインスタン8位に浮上し、プレイオフ初出場が決定。プレイオフファーストラウンドでは1位の秋田と対戦し、2連敗で敗退した。2015から16シーズン前、ネイド、アシスタントコーチであった、コンマ洋一が、 ヘッドコーチに就任。元新潟のトーマス・ケネディ、パトリック・サリバン、藤原高光、コントをからを補強。開幕3連勝を飾るなど、スタートダッシュを見せたが、その後チームは低迷。過去最高成績の22勝、過去最高勝率を上げるも、東地区9位となり、2年連続のプレーオフ進出は、ならなかった。二千十六から十七シーズン B リーグ開幕となった。 初年度、当初一部リーグ参入を目指していたが、リーグ割り振りにて、B に地区でのスタートとなった。ヘッドコーチには、新潟、茨城で指揮を取った平岡藤高を招聘。前年度から多くの選手が残留する中、アブドゥーラクウソウ、梅津大輔、八代幸次郎、花野文明を補強。ディフェンスからハードに入るバスケットを徹底した戦いを進めた。 チーム記録の8連勝を飾るなど、校長を維持し、前半を終え、21勝9敗、勝率。700で B に地区の首位を走る。2017年4月14日、茨城戦に勝利し、B に地区優勝を決める。だが、3位決定戦の広島戦に敗れ、B1 への昇格を果たすことはできなかった。なお、B1 ライセンス取得においては、 1> 第1回判定結果では継続審議になっていたもののその後無事に取得することができた2017から18シーズン平岡栄一氏体制2年目神原雄二、ライアンステファンらが加入オフェンス力の強化を進めたバスケを展開したものの思うように勝ち星を上げられなかったさらに B1 ライセンスの取得ができず成績面においても昨シーズンとは打って変わって 32勝28敗中地区3位で終わった。2018から19シーズン、平岡 HC 体制3年目。昨シーズン、チームトップの1049得点を記録したトーマス・ケネリの契約継続を発表。また、1年ぶりにアブドゥーラクー・ソートの選手契約を発表。秋田が B1 昇格、岩手が B3 降格となったため、2年ぶりに 東地区に回った。トーマス・ケネリの活躍もあって43勝17敗で2年ぶりに東地区優勝を決めた。プレーオフは準決勝で熊本に2勝1敗で勝利。決勝は新州に2敗で準優勝となった。しかし2期連続の赤字で財務問題で懸念があったため B1 ライセンスは交付されず B1 昇格を逃した。シーズン終了後には 2015から16シーズンからチームの攻撃を牽引してきたトーマス・ケネリの広島への移籍が発表された2019から20シーズン平岡栄一氏体制4年目2019年6月不動産会社のオープンハウスが筆頭株主となり同社代表取締役社長の荒井正明が会長に就任シーズンでは開幕から8勝1敗と コースタートを切り、東地区で仙台と首位争いを繰り広げていた。さらにプレイオフ進出を早々に決め、プレイオフに向けてチーム力を高めるレベルまでいた。しかし、シーズン途中での新型コロナウイルス感染拡大の状況変化に伴い、ポストシーズンの中止が決定された。これに伴い、中断時点で勝利数で昇格チームの決定がなされ、勝利数の多かった。 中地区の新州、西地区の広島の昇格が決定。悲願の昇格はならなかった。なお、B1 ライセンス取得においては、大和市民体育館前橋の改修を2020年に完了することを前提に、施設基準、財務基準を含め、取得が決定した。シーズンオフには、平岡富士 KHC の続投を発表した。2020から21シーズン。 平岡栄一氏体制5年目。開幕前には、昇格に向けて、積極的な補強を観行。河西浩平、上田祐樹、山崎亮、田原貴則、ブライアン・クーエリ、ジャスティン・キーナンが加入された。さらに、日本国籍を取得したマイケル・パーカーと契約を交わし、マイケル・パーカーと千葉時代、共にプレーしていたトレイ・ジョーンズの加入も発表された。開幕以降、 直近のシーズンは B1 でプレーしていた選手による、夫人のもと、新戦力の躍動もあり、第5節では5連勝を達成。その後も好調を維持し、第11節ではチーム新記録の16連勝を築き、第16節では、自チームが持つ B に最多連勝記録を26に更新した。 2021年1月1日には、フィバ u 1 9トハイに出場し、主力としてプレーした杉本天章の加入、5日には、インカレの優勝経験を持つ菅原明の加入が、発表された。b j リーグゲーム差はうちは、プレーオフ圏との差をそれぞれ表している。林忠だライアンブラックウェル藤田博輝き、大光チャーリーパーカー根幹用人平岡藤富士木群馬。 プロバスケットボールコミッションに関するカテゴリー、ありがとうございます。